コーチングファンタジスタ第3弾は、女子日本代表アシスタントコーチとしてバスケットの最前線で活躍している鈴木義和コーチによるオフェンスクリニックを紹介します。今回のシリーズではオフェンスで直面するブレイクの考え方を次の4部に分けてお届けします。私たちのオフェンスは守りきれないっていう感じでやってほしい。コーチングファンタジスタ第3弾、女子日本代表アシスタントコーチによるゼロから始めるファイブアウトオフェンス、本編のスタートです。ナイス、いいね。それでナイス、いいね。皆さんこんにちは。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速やりましょうか。ちょっとスリーポイント打ってみて、まず。はい、いいアーチだね。打った時に最初ボールがどの空間通ってるか、手から離れた時にそこちょっとさ、あのメモリーしてほしい。ディフェンダーが例えばダッシュで詰めてるけど手上がってないじゃない。じゃあこの選手がいくら近くてもさ、今離れたところの空間あったよね、メモリーしたところ、あそこに手がなかったらもう入れないと一緒じゃん。シンプルにここに手がなかったらいつも通り練習で打てるってマインドで構えてるといい。もう手見えたらドライブするよ。そこの空間に手見えなかったら打ち切ろう。どうぞ。ナイス。これでもう要はスポットシューティングで100本打ったら70本入りますって人はこれも70本入るっていうふうにしてほしい。ナイス。簡単にいたりするじゃない。抜いたとしてこのヘルプに対してどういう局面がある。ジャンプシュートを打つ、そのままレイアップに行きます、フローター、まあ、フローター、例えばじゃあジャンプシュートとフローターってどういう時使い分けるの。この人が小さいのか大きいのかあるよね。待ち構えてるか向かってくるかあるよね。ディフェンスの場面に応じてスキルがセットされてるっていうことが大事で、これのクリエイティブに練習した方がいいから、もしカウンターで打てない、手が見えたからドライブ選んだら、もうあのイメージでいいからヘルプディフェンスがこういう場面っていうのをちょっとイメージして、待ち構えてたからフローターしましたとか、フローター打とうとしたら出てきたからヘジテーションからカウンターでレイアップできましたとか、そういう感じでフィニッシュいろいろやってほしい。いいね、ナイス。そうディフェンスイメージしといてよ。ナイス。まあ、僕らはよくこう抜くところとフィニッシュのところとその間のところでエリア1、2、3って分けるの。名前とか技の種類はあまりどうでもいいので、とにかくディフェンスで整理する。ここはディフェンスが微妙な間合いで守ってきた時に何使って抜くか、ちょっと話し気味の時に何使って抜くか、プレッシャー煽られた時に何使って抜くかがあればいい。何かはもう自分で持ってればいいから。だけど前に詰めてプレッシャーかけられた時に何も持ってませんだとそれで潰されちゃうんで、必ずその3パターン自分なりのスキルセット持っておくように。ドライブ途中エリア2でついてきた時にどうまた剥がすか、オーバーテンした時にどうパニッシュメントするか、抜き去ってたらヘルプだよね。でヘルプに対してまた待ち構えてる、向かってくる、遅れて横から飛んでくるみたいに場面があるじゃない。そういう場面をちゃんと整理するの、自分の中で。そうするとあの1対1でうまくいくんで、パンって鳴らしたら2人ともダッシュ、トランジションのシチュエーションで、トランジションだからディフェンスはまずペイントバックするよね。このペイントバックしているディフェンスに対してもうスペース取って走ってる。だから走って最中にパスを切って、でもこうこれ構えて打つんだけど、まああまりにもポンポンこう打ってたらさ、スリーポイント一辺となっちゃうでしょ。だからこういうトランジションでパス来ました、構えるカウンターでもうチャンス取っちゃったらもう勝ちじゃん。でこんだけゆっくり構えても出てこなかったらもうそれは確率のいいスリーポイントになればいいので、トランジションでキャッチポポンってスリーは結構しんどいけど、この感覚で狙えるといいと思う。ディフェンスはペイントエリアの中入ったらディフェンスしていいから、いくよ、よーいゴー。そういう感じですね。カウンター一対一取ってフィニッシュ。ナイス、ベリーグッド。素晴らしい。
そう、いいね、いいね、いいタイミングでパスして、いい姿勢で構えよう。ナイス、ナイス。このペイントバックしたディフェンスがこういってる、この辺でも手を挙げたら手が上がっただけでもうプレッシャー感じてドライブに切り替えてる人いるよね。だからこの選手そんな出なくてこのまま反応できちゃってる。だからこれもう手が上がったかどうかじゃなくてスポットに手があるかないか、スポットに手がなかったら上げられてても打てるから構え続けよう。そしたらでもう一歩出たここをやっつけたらもうついてこれないでしょ。シューターチェックしに行くからこう打たせないで、なおかつ頑張ってここをこっちに抜かせて頑張ってこうついていこう。でこの時に隣の人が外助ける準備あるよね。ここの判断した基準としては隣のオフェンスのディフェンダーがね自分のドライブラインに対して体が入ったらボディで入ったらキックアウトしちゃった方がチャンス取りやすい。だけど手だけとか行く振りだけの時にパスしちゃうとこれ逆に読まれたり守られちゃうんで手だけとか来る振りだけだったら行き切ってほしい。そういうこと、ナイス、いいね、いい、いい、素晴らしい、素晴らしい。ここをちゃんと選べるようになってほしい。ナイス、で黒沢、そうナイス、いいね。でそこのシュートもあのメモリーした場所に手が来るかどうかね。そうナイス、いいね、あいいね、ナイスナイスナイス。この選手はスタントで寄ってるでしょ、で行かれちゃってるよね。走った時に置いてかれるじゃん。レイアップ打った人もそのまま打った後に遅れるじゃん。これでトランジション負けが結構あの多くなるから、レイアップ行ったなと思った瞬間コーナーの人は必ず上がるか自分のマークマンの上に立てるとトランジションディフェンスで捕まえられるでしょ。そういう意識持ってやってもらいたい。ディフェンスのいられたくないことを紹介するね。このディフェンダーが結果ドライブに対してこうやってこう寄って動いたこのタイミングでパスされるのが一番嫌なのこの人。でこういうのツーウェイクローズアウトっていう、初めからこういうとこにいて助けれてパスに対して片道で行くのワンウェイクローズアウトっていうのね。でワンウェイで助けたい、でツーウェイしたくない。だからオフェンスはこうカウンター取ったよね、でディフェンスいるでしょ、ボディでこういるんだけど、このようにボディいるけどこれワンウェイになるぐらいだったらこの自分のマークマンに対してこうやっていったらもっと動かなきゃなるよね。自分がドライブラインになるべく内側内側に寄せるとあの人を動かす距離が長くできるから、ここもっと寄せるつもりのドライブを選んでほしい。ナイス、いいね、それでナイス、いいね、いいシュート、ナイス、オッケー。僕たちはブレイクワンっていうこういうアタックした先に1人しかいない状況で、この状況の判断がこういうふうにオフェンスって有利だよね。だからディフェンスとして何するかっていうと、今度もともとこのギャップを消しにかかる、こうやってで初めから空間消しといて、あカウンターたちになるなと思ったらこう取っといて、初めからギャップ消しといてパスに対してワンウェイにするっていうのがよくやるパターンなのね。なのでこのディフェンダーがもう一旦食べる瞬間にハイサイドを取ってたらもうオートマチックにバックカットを選べるといいと思う。カウンターで始まる瞬間にこの位置低かったらそのままステイするか、むしろドライブしてこう深く取ってたらちょっとだけそう上に上がるぐらいの感覚でも別にいいと思う。まあコーナーにいてももちろんいい。でこれがこう高かったらこっちねっていう感じでこの人に対して守りにくい方を選ぶ。ナイス。今の分かったよね。今の見られてたでしょ、バックアウト。それやめればいいからね。ちっちゃいクローズアウトにしていいや。で渡したらこれノーミドルにしといて、でカウンターこういったやつ取るよ。そしたら
ここが抜きされてなかったら助ける必要なくなるでしょ。だから抜きされてないってなったらこのヘルプデンスはアンネッサリーヘルプだから戻る。そうするとここも守られてる、守られてるでチャンスなくなっちゃう。でこういう時にリクリエイトってもう一回攻め直しを選んでほしい。で攻め直しの仕方いくつか今やっていくね。でまず最初はすごく小さな攻め直しを入れるのでこのディフェンス頑張って守ってほしい。ついてきたなと思ったら助ける必要なくなるからやめよう。でこっちもヘジテーションでやめるしディフェンスは来るのやめるよ。でこの時にさっきと同じ判断、高かったらこのヘジテーションの瞬間にバックアップ選んできたらもうこれでパスが選べるし、このヘジテーションでやめて深い位置だったらバックアップ見えないから、そしたらヘジテーション中に上がってきちゃえばここからもう DHO でリクリエイト始まるでしょ。だこれをもう同じ A 見て素早く判断してほしい。でこのヘジテーションで攻めれない、戻ってる、上がってくる、このディフェンスも切り抜いてたらまたここから行けばいいよね。常に攻めの駆け引き残しながら抜けてない時もお互いチャンス探し続ける。ナイス、いいね、スラート、おお、いいね、ナイスナイス。あ、でできるだけそれはやめよう。なるべく行ったな行ったなりにもう仕留めて1対1でやっちゃっていいから。で 今みたいな判断ミスあるよね。だからこういってヘジテーションしたで何もないアタックしたけどダメ、何もなかったらリクリエイトしてパスして次のプレーとかになるようにしよう。おいいタイミング、ナイス。さっきよりはちょっとさやっぱディフェンスにとってアドバンテージあるよね。止められてるし寄ってる、だからここの助ける人もちょっと工夫が必要。ディフェンス下がったら上がるし上がったらバックアップ、意図があるでしょ。だけど意図は持つけど意図は見せない、だから意図は隠してないとダメだから、今バックアップがチャンスと思うじゃん、ディフェンスが上に上がってるから、あチャンスと思ったらこの時にちょっとこういってあ上がるんだなって思わせてこういうのとか入れると相手困るよね。低い位置で上がってったらそのままついてくるじゃない。低い位置だから上がるんだけどその人隠してこっち行くふりして上がったら助けにくいよね。だそういう風にして強いディフェンダーでも守りにくくするの。あ、それでもいいぞ、ナイスナイス、はい、いい対応。ハンドオフだった場合はこの場所よりもここまで来てくれた方がそのユーザーの後に使えるスペースが広いのとディフェンスの手守るスペースが広がるでしょ。ハンドオフになるなと思ったら上がってこうやっていく感じでスペース作るといいと思う。で今みたいにだから守られてもあるよね次が。だけど基本もここで勝ってるから打てたら打っちゃうし抜いてもう勝ってるでしょ。相手がすごいいいディフェンダーでそれ守ってもまだあるまだあるって感じだからもう守りきるの無理だよ、私たちのオフェンスは守りきれないっていう感じでやってほしい。今度はこの人はチャンスがなくなってるから助けてほしい。パスが行ってたらそのままいなくなっちゃって彼女の一体スペースを開けといてあげる。彼女が来たらパスだしパスに対してローテーションが来たらエクストラパスだしみたいな同じことだよね。